酒井様。ケンジ、どうしたの？いやー、ちょうどいい時にお越しくださいましたね。この先に猛虎の野営があって、食い物やら着物やら薬がたっぷり、何十人何百人分も、しかも兵が出払ってて、ぶんどるとしたら今ですよ今。何か隠しておるな。そんな滅相もありませんよ。猛虎はいなくて物資はどっさり、あしらの分も島のみんなの分も。ん、この機を逃すのは口惜しい。案内しろ。さすが、分かってくれると思ってました。なぜ野営を見つけた？猛虎兵をつけてみたんです。そしたら奴ら物見を置かず略奪に行くんです。では道で誰を待っておった？待って、いやいやいや、誰も。酒井様にはたまたまお会いしたんですよ。槍川の町に身を寄せる民は物資が足りず困っておろう。そうそう、助けてあげませんとね。ケンジ、殺してやる。お主は？ケンジの息の根を止めてやる。よくも見捨てたな。違う、誤解だ。助けを連れてきた。こちらは酒井様、噂のクロード様だ。事のあらましを言い開け。ケンジに騙されたんですよ。騙してなんかいません。猛虎が物資を買うはずだったのに、銭を払わず代わりにこの夏男を捕虜に取ったんですよ。猛虎が買うはずだった。あいつら戻ってくる。早く縄ほどいて。物資はどこで手に入れた？菅笠衆から盗んだ。酒井様、もうこの気をそらせます？逃げるつもりか？そんなそんな、策ですよ。信じ、当てにはならんな。そやつと逃げろ。Арах буй байна. Энэг хийсэн хүн үхүүх ёстой. Үсэн ус самурай бүгд цалаад хайж ол. Нэг хүн сун тарда. Бидээ л үргэлж байна. Кагига катай. Ора! Исоге! Ойто! Кумада! Кумада! Игэро! Чи нон сун тарда. Сун нон хүсчихсэн. Самурай зогтгүй юм байна. Оо, гоо нүс бид та.
받아사긴할시듯이소문홀찍고시대모코와느스미다다殺せ수계다지금나꺼내러俺たちからの지금俺たちの叫びだ出させるな！盗人どもめ！ここまでだ。だが油断するなよ。盗人どもめ！待ちじ
バリ。ケンジ、夏男、もう出てきてもいいぞ。お助けを。出られません。坂井様、お願い出して。檻なら安全だと思ったら開かなくなって。ありがとうございました。ああ助かった。これからどうするのだ？これからあの酒樽を荷車に乗せて。ケンジ、お怒りだぞ。酒井様、あっしら物資を困ってる人に届けることしか考えてませんってば。例えば槍川の野営とか。持てるだけ持っていけ。その野営を訪れ、食料と薬で満たされておるか調べるぞ。はい、酒井様。はい、酒井様。怒るな、万事うまくいったのに。何か手はあるさ。見つかったら殺される。アザモからも出られたろ。死にかけたじゃないか。対馬にはいないだろうけど、猛虎は誰か知らないだろう。対馬の私様のものだとは分からないさ。どうだろうな。お侍様、お譲りいただけるものはございますか？菰田の浜で猛虎がお侍に勝てたのは数で上回って。産麦谷の外れにルミンの野営があるのですが、呪われてるのか人が消えると聞きました。そやつらは家を失い気も沈んでおろう。悪人の良い獲物だ。大勢が家族も殺され路頭に迷ってます。酒井様、何が起こってるかお調べください。その野営に行ってみよう。政子様、ご一族があんな目に遭われてご無事でいらっしゃると思って。
Return.野党や人殺しだらけですが、日吉で悪事を働く賊は猛虎よりも立ちが悪い。同じ島の者を狙うとは許してはおけぬな。ケチの漁村にいる女は家族を皆殺しにされたそうです。どうか話を聞いてやってください。Cihargo! Embe!
チンハルを足下り、寺で争いだ。そうか、危ない。有様を見てください。たっ飛ぶべき寺を血で汚すとは許しておけん。連綿と続く知恵が眠っておる地に火をつけようとするなど言語道断です。なぜ襲われたのだ。ここは民の希望の地。大風が猛虎を洗い流すよう皆で住職と共に祈っておりました。しかし今や住職は消え、豊玉随一の宝、寺のご本尊まで奪われる始末。兄が生きていれば、僧たちが逃げ出すことなどなかったのに。兄君に代わり、寺を救おう。ご本尊は猛虎に盗まれました。住職は近しい僧と避難を。無事だといいのですが。皆を手当てします。
ここにあったのか。さようでございます。しかし猛虎が奪い浜の方へ持ち去ったのです。私がご本尊を取り戻すと約束しましょう。あの炎上でも守れぬ約束だな。今のは何の話だ。戦で死んだ兄のことです。守り手を失ったことでどの層も及び腰になってしまっています。腰抜けどもめ。静まれ。かつて兄のおかげでこの寺は賊から守られたこともあったというのに。こたびは我らで守ろう。ご本尊を見つけ寺に戻しましょう。浜に持ち去られたと聞いた。後を追うぞ。怒っておるな。何を根拠に。話さぬからだ。あの聡明が兄上について知ったような口を聞くからです。一人で戦ったと聞いたな。それは噂。実際は兄の指示で3人の僧兵が戦いました。足止めか。尊い犠牲です。僧兵は死にましたが、その身を挺したことで兄が賊を切り寺を守れたのです。酒井様、あれを。寒い。何があった。一人で猛虎の後をつけて本尊を返すよう頼んだのですが。どちらへ行った。森の外に行きました。山の方へ。次は平和な世に生まれますように。この僧も寺のために命を懸けたのですね。お主もだろう。かけろ、トロ。あるはず。まずは奴らを罰してやらねば。
Zum Bispeisen Jum Balquid. Luis Bispeisen. Termun by Sparta! Honzong wo sagase! あそこ大昔に空から落ちてきた星を掘ったものだそうです。麗しい。島に二つとない宝だ。寺に返してやろう。兄が成敗して名を上げた賊もご本尊が狙いでした。これまでに幾度も盗まれそうになったはずだ。また新たな犠牲が出るのでしょうね。盗まれた方がいいか。いえ、しかし宝が多いからこそ欲や妬みを呼ぶのです。岸寺には叔父上と来たことがある。幼いながらも本尊の美しさに驚いたな。幼い頃、私も家族と岸寺を詣でに来ました。その時僧になろうと決めたのですが、今は何を守ればいいのか。この対馬を守れ。そうですね。猛虎は湯を恐れているのか。荒らされているところはないようですね。うん、硫黄の匂いを嫌うのか、浸かると病になると思っておるのか。恐れたままでいてほしいものです。
対馬の湯には力が湧き上がる不思議な効用がありますのでね。俺も探してみよう。孔明様は無事でしょうか。孔明様は無事でしょうか。猛虎は湯を恐れているのか。荒らされているところはないようですね。硫黄の匂いを嫌うのか、浸かると病になると思っておるのか。恐れたままでいてほしいものです。対馬の湯には力が湧き上がる不思議な効用がありますのでね。俺も探してみよう。槍川の反乱を鎮めた地頭様だ。今回も老子様と一緒にどうにかしてくれ。孔明様は無事でしょうか。杉寺の住職だな。なぜこの地に。豊玉で民を束ねていましたが、猛虎に襲われ敗走を。大きな戦であったゆえ足跡をつかめるといいが。集落がこの近くにあります。行ってみよう。よし、集落に向かうぞ。孔明様は以前も姿を消したことがありました。僧たちの間で大きないさかいが起きた時のこと。発端は何だ。恥ずかしながら詳しく覚えておりません。孔明様が戻らぬため総出で探しに出ました。見つかったのか。隠れておいででした。いさかいを止めようとしたのでしょう。さといお方だ。ある時兄と方針が口喧嘩をしたのです。すると孔明様は昼夜を問わず石に怒鳴ってみせました。二人は己を恥じて仲直りを。兄君と住職の仲は。父親のように慕っておりました。住職が猛虎に囚われておるなら好都合であるな。口車に乗せ追い払ってくれるだろう。孔明様のことが分かってきましたね。猛虎と戦うのですか。見つかれば捕虜が殺される。俺一人で行く。孔明様が危ないのに黙って待てと。取り乱すのはやめろ。他に手はなかろう。ではあとは頼みます。村の中央に橋があります。そこで落ち合いましょう。
瞬。내기좀확신侍연도엔준도하자오도보리장빛Der Mund bei Sparrow!待たせてしまったな。ありがとうございました。安全なところへ。抜かるでないぞ。
住職が狙われてます。そのようだ。数人でいらしたのですが、村を襲われてから見ておりません。スゲガサ州の裏切り者め。선배, 햄 네게 뭐 있어? 逃がしてやる。は
畑を失ってしまうかと思いました。鍵は猛虎に奪われたのか。いえ、お持ちください。これで猛虎はもう何も奪えません。鍵は揃った。鎧は赤島にある山の上だったな。見つかりましたか？まだだ。おそらく村におるはずだが。火元を調べてみましょう。行くぞ。かわいそうに。お坊様が何をしたの？侍様、大変です。住職は？あの家に隠れておられましたが、猛虎が火をつけて。確かめましょう。逃げようとして切られたのか。孔明様ではない。中を見よう。生きたまま役なんて。ノリオ、まさか住職。どうして全て燃やしてしまう。違います、孔明様ではありません。他を探せ。水桶、体、藁の寝床、湿り気も。逃げおせられたのでしょうか。藁を濡らして身にまとい、裏口から逃げたな。生きておいでかも。この方角へ行ったようだ。きっと生きていらっしゃる。足跡が深く広くなっておる。走ったんだ。
血がある。飛び降りた。そんな、まさか。助けられなかった。住職がいなければそうは逃げ、寺は落ちます。我らの負けだ。それは何だ。これは法華経、ご自分の血を使って書かれたようです。さながら自世の句か。法華経には誰もが仏になれるとあります。豊かな者も貧しき者も。それが今はの言葉。残された皆を思ったのですね。寺の僧に見せよう。住職の意志が伝わればとどまるはずだ。孔明様が血でお書きになった法華経です。住職の声が聞こえませんか。猛虎に立ち向かえ、そして諦めずに踏みとどまれと。我々が住職のご意志を継ごう。櫛寺は落とさせない。炎上様がお守りくださった寺が、その弟と酒井様に再び救われるとは。手を結び猛虎を倒すぞ。また会えるのだろうか。